第946回1月2日月曜日救世軍オンライン祈祷会、聖書ヨハネの手紙1、2章9節10節、光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。神は光の源であり、神の光の中に歩みたいと願う者は周りの人を心から愛します。神の光は互いに愛する者の上に輝きます。兄弟を愛する人はいつも光の中におりとあるように、今接している兄弟を愛していないなら、その人は暗闇の中にいます。愛の冷え切った時代と言われる今のような時こそ、神の愛を知った一人一人が光の中を歩み、具体的に愛を行うことによって神の愛を伝えていくことができるように祈ります。周りの人を覚えて祈り、愛を実践するものであることができますように。心を合わせて共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の愛に満たされて行動できますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。神様、私たちにあなたの尊い愛を注いでくださり感謝いたします。どうぞいつも神の愛に満たされて行動することができますように。私たちもまた周りの人々を心からあなたの愛を持って愛することができますようにお導きをお願いいたします。コロナの収束のためにお祈りいたします。神様、どうぞこの問題が一日も早く終わりますように、確かな治療法が確立されますように、今苦しんでいる方々が癒されますようにお祈りをいたします。そして戦争を終わらせてください。多くの悲しみと苦しみをもたらしている今の状況の中で、神様、どうぞあなたの助けを一人一人に与えてくださいますように。救い主、私たちを愛していてくださるイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。